それでは講演に移らせていただきます。講師の山根俊恵教授をご紹介いたします。現在、山口大学大学院医学系研究科保健学専攻の教授であり、今年度7月より宇部市と山口大学が共同で、誰一人として社会から孤立することのない地域づくりの取り組みとして、引きこもり支援者の教育プログラム開発のため、社会連携講座を立ち上げました。宇部市においても、委託事業の引きこもり支援や、引きこもり、心の距離を縮めるコミュニケーションの方法をはじめとする著書を発表されるとともに、テレビ、雑誌、新聞をはじめとするメディアに出演されるなど、その活躍の場を広げられています。それでは、山根教授、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。私は先ほどもご紹介いただきましたように、精神看護が専門なんですが、地域の中で活動してきました。いろんな壁にぶち当たりながら、多くの家族や当事者の苦悩に向き合ってきました。今日は限られた時間ではありますが、その様子だったり、どういう支援が必要なのか、皆さんに偏見ではなく正しい知識を持っていただきたい、そういう思いで講演をさせていただきます。もし皆さんの大切な家族や友達がある日突然仕事に行けなくなる、学校に行けなくなる、心が折れて自信を失い、人と会うことが辛くなってしまったとしたら、皆さんはどう対応されますか？おそらく最初は優しい声をかけて、何があったのか耳を傾け、本人が動けるようになるまで見守って様子を見られると思います。しかし一向に動く気配がない。気づいたら数年が経過した。何らかの病気があるわけでもない。一見普通に見える。本人の根性が足りないから、甘えているからじゃないか、そう思えてしまいます。親だからこそ何とかしなければ、この子のために、そして家族は言って聞かせようと思ってしまいます。親としてそれは当然のことです。こうあるべき、普通はこうなんじゃないの、一般論を押し付け、説教説得をしてしまいます。何とかして働かせようとしてしまいます。なぜなら本人の生きづらさに気づいていないから。この方法がまずいと薄々気づいていったとしても、他に方法を知らないからやり続けてしまいます。その結果、親が頑張れば頑張るほど子供の心が遠ざかります。喋らなくなる。姿を見せなくなる。足音すらもしない。一方で、苦しさの表現が暴言や暴力になり、手がつけられなくなってしまうこともあります。こうしてコミュニケーションが取れなくなってしまうのです。皆さんは不登校や引きこもりという言葉に対してどんなイメージをお持ちですか？本人に対してはカーテンを閉め切って部屋から一歩も出てこない。本人が問題、甘えているから、怠けているんじゃないの？そんな声もよく聞きます。ご家族に対しては、親の育て方に問題があったんじゃないか、甘やかしてるからこうなる、そんな風に社会の目は冷たいです。引きこもりって治らないんでしょうか？私も初めの頃はそういう風に感じてもいました。でも今は多くのご家族や当事者に笑顔が取り戻せ、引きこもりは必ず治る、良くなる、もう一度新しい人生が取り戻せる、そんなふうに思います。家から一歩も出ないのが引きこもりではなく、人と関わらない、そんな生活が長く続いている、そういう状態です。
これは A さんとして考えてみてください。様々な生きづらさが背景にあり、職場でうまくいかなくなり、だんだん職場の中で居場所がなくなり、叱責をされ、辞めてしまいます。本人は心を休めるために必要な休憩です。いろんな体験をしているのでトラウマとの戦いでもあります。ですが、社会から見たら、引きこもりは悪いことだ、というふうに思っていますので、どうしても冷たい視線で本人を見てしまい、家族を追い詰めてしまう。そういうふうに思います。そうすると親御さんは、引きこもっていることが恥ずかしいこと、世間体が悪い。なので、隠すようになり、相談が遅れてしまいます。親が若い間はいいんです。だけど、定年を迎え、年金生活になり、徐々に親が高齢化し、この面倒が見れなくなってしまう。そうすると、誰からも支援を受けられずに、親子ともに孤立してしまいます。これを、いわゆる8050問題というふうに言います。では、孤立しない、させないために、私たちができることは何なんでしょう。最初のパワハラがあって、一旦会社を辞め、心を休めるために休憩をしている。ここまではいいと思います。でも、きっと何かがあって辛かったんだろうな。何とかして支えてあげれないだろうか。そんな風に温かく見守り、優しい声をかける。引きこもりは決して悪いことではない。そういう認識があれば、親も抱え込まずに、身近な人に相談をすることができます。何が辛かったのか、本人の生き方を尊重する、誰かとつながっていく、これが引きこもり支援のスタートです。幸い、宇部市には私が運営している NPO 法人フラットコミュニティというのがあり、多くのご家族が最近では相談に来られ、今日ご登壇いただく国近さんも私たちにつながり、今新しい人生を歩んでおられます。そもそも、引きこもるって悪いことですか？辛いことがあったから仕事や学校辞めて家にいる。それは自身の身の安全を守る行為です。例えば、熱があるから休む。これは認めやすいと思います。ですが、心が痛むから休む。なぜ違うのでしょう。体の症状は見えやすいので理解ができます。でも、心の症状は目には見えないものなので、なかなか周囲には理解されにくい。これは精神障害を持っていらっしゃる方も全く同じだと思います。そのため、心の症状は本人に問題があると思われがちで、頑張りが足りない、わがままだから、甘えている、として片付けられてしまいます。本人の何らかの生きづらさが社会と不適を起こしている。そういうふうに思います。じゃあ、社会と孤立した状態。この引きこもりっていうのは日本特有の問題でしょうか？実は、韓国、中国、インド、イタリア、フランスでもたくさんの報告がされるようになってきました。個人主義であるアメリカやイギリスは、どちらかというと、家に引きこもるというよりも、路上生活されているという方の方が多いというふうにも言われています。引きこもっている、あるいは孤立している場所が家なのか、路上なのか、ネットカフェなのかの違いだけであって、やはり本人が社会と孤立した状態にあるかどうかということが着目する視点であるというふうに思っています。皆さん、引きこもりの定義。これは2007年に厚生労働省が発表したものです。様々な要因の結果として、社会参加、義務教育を含む就学、家庭外での交流などを回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって、おおむね家庭に留まり続けている状態。他者と関わらない形での外出をしても良いを指す現象概念である。
というふうに言っています。つまり、外出できるかどうかではなく、家族以外との関わりがない状態、または家族との関わりも持たない。本人が自分のためにコンビニに買い物に行く、それは入ってます。ですが、人とは関わらない。そして原則としては精神疾患は含まない、アルバイトは含まないというふうになってます。この定義で本当にいいんでしょうか？一体この定義で誰がどう救われるのか、そんなふうに思います。例えば、ご本人さんが私のところに相談に来られました。ずっと派遣の仕事をしていらっしゃった方です。10日前に仕事を辞めた。もう死にたい。どこに行っても否定されて認めてもらえない。もう限界です。そうおっしゃってました。なぜ辞めたの？と聞くと、工場の仕事で体がきつい。そう言われました。もちろんそれも事実です。でも、本当のところはそこではないんです。こちらが聞く耳を持って聞かないと、なかなか本人は話してくれません。なぜなら言っても分かってもらえないから。言ってもすぐ普通はこうよって言われるから。彼は人よりも物覚えが悪いそうです。なので仕事のミスも多く、何度も何度も失敗をしてしまう。分からなかったら聞きなさいと怒られる。聞いたら聞いたで何回聞くのかと怒られる。部署を変えてもらった。それでもまた同じことが起きる。人文の頑張りが足りないからじゃないか、そう思ったけど、もう限界なんです。そうおっしゃいます。これ、6ヶ月ってなると、あなたは引きこもりじゃないので、相談窓口打ちではありませんよ。というふうにして、追いやられてしまう。あるいは、何らかの生きづらさがあって、精神科クリニックに通院をされている。でもなかなか良くならないし、社会参加ができない。相談をされる。クリニックに通院されているというだけで、対象になりません。そんなふうに言われる方もいらっしゃいます。中には、定義には該当しないけど、私も引きこもりと同じです。そう言っておられる主婦の方もおられます。子育てはしている。料理も作っている。でも、全く人とのつながりがないので、PTA の会合にも行けないし、ママ友もいないんです。そうおっしゃいます。もうすでに国際的には学会で引きこもりという単語が使われるようになってきました。私はとても辛いです。この9月には神奈川県大和市が市の条例で引きこもりという言葉をやめて、こもり人という言葉を使うということが決まりました。皆さんテレビで武田鉄矢さんが引きこもりの子を持つ親で、松山さんが引きこもっているっていう、NHK でね、そういうドラマがあったんですが、そこから来ています。でも、引きこもっている人を指しているので、こもり人。引きこもりよりいいかもしれないけど、私にはしっくりこないなっていうふうにも思います。そして、言い方がっていうよりも、この定義だったり、あるいは支援体制が変わらなければ何も変わらないのに、言葉だけ変えて支援した気になってはならない。そんなふうにも思います。で、私は、SDS という言葉を使っているのですが、ソーシャルディスタンシングシンドロームと英語では言います。また後ほど皆さんにはご紹介したいと思っています。近年、8050問題が浮き彫りになり、ですね、様々な事件が取り上げられるようにもなってきました。死体遺棄。例えば、親御さんが何らかの病死をしてしまう。一緒に同居されているお子さんが、人が苦手で誰にも SOS が出せない。一週間、二週間経って発見される。事件性は全くない。でも、死体遺棄として逮捕されてしまう。先日も山口県で起きました。皆さんがご存知なのは、2019年に大きな事件が起きました。引きこもっているから事件が起きたわけではないです。
様々な生きづらさによってずっと否定され、本人は苦しかったんだと思います。最近ではニュースになっても引きこもりという言葉が消えてしまいました。事件と関連付けるということがなくなったことはいいことだと思います。だけど、無職という取り扱いになってしまったので、結果として支援体制が追及されることもなくなってしまった。そんなふうに感じています。今、全国で115万4千人が引きこもっているというふうに国は報告しています。ですが、200万人はくだらないと思ってますし、引きこもりの予備軍とされている不登校の方々、ね、あるいは受診をされている方々、入ってない可能性高いですよね。もっとたくさんいらっしゃると思います。この推計値によって計算すると、宇部市では約1612人ですが、2000人は超えているというふうに思っています。最初は皆さん、ある日突然子供が引きこもってしまう。一時的なものじゃないかな。思春期特有のものじゃないかな。そのうち元気になって動き出すだろう。あるいは、引きこもっている子供を認めたくなくて、うちの子は引きこもりじゃない。そうやって否認し続けられる方もいらっしゃいます。よくご家族が聞かれることの中に、子供が引きこもっているっていうことは、心のエネルギーが落ちた状態。つまり、ガソリンがなくなった状態です。ガソリンが溜まるまで待ちましょう。そんなふうにご指導されています。何もしないで、ただただ待っていても、勝手にガソリンが溜まることは絶対ありません。あっという間に10年、20年経ってしまいます。親が定年退職を迎える頃、良くなるはずの子供、全然良くなっていない。むしろ部屋から出てこなくなった。口を聞かなくなった。親は年金生活になり、将来の不安を抱き始めます。いわゆる親亡き後の不安です。70、80、だんだん心身の機能が低下し、自分の生活がやっとで子供の面倒を見るのが難しくなってきます。こういった時に事件が起きやすくなる。あるいは引き出し屋というビジネスがあるんですね。多額のお金を受け取り、強引に本人を施設に連れて行って強制的に何かをさせる。こんなことは絶対にあってはならないというふうに思っています。なので、突然8050問題が起きるわけではないです。もっと早い段階で相談窓口にたどり着き、ちゃんとした支援が受けられれば、多くの方がもう一度、本人なりの新しい人生が開けるというふうに思っています。今、相談の窓口が増えてきました。いわゆる8050、親御さんが80代ですので、介護保険のサービスを担う、ケアマネージャーさんですね、地域包括支援センター等が窓口になりました。でも、いろんな窓口にたどり着いても、その先の支援体制がないのが現状であったり、相談窓口の方々が正しい知識を持っていない、家族や本人にどう声かけしたらいいかもわからない。なので、各家族が相談窓口にたどり着いても、とっても嫌な思いをされて、もう二度と相談したくない。そうやって追い込まれてしまう方がいるのも事実です。ここを何とかしなければならないというふうに思っています。引きこもり。自分だけはならない。なりたくない。誰もがそう思ってると思います。でも、誰もがなりうるんです。いろんな条件が重なることで、もしかしたら自分もなってしまうかもしれない。そういう状態です。今、コロナ禍で仕事を失った人、人とのつながりがなくなってしまった人、引きこもりの数が年々増えています。自殺者も増えています。
誰一人孤立させてはならない、そんなふうに思います。ここに書いていますように、たまたま何かこう職場で対人関係にトラブルを抱えた、リストラされた、倒産した、都会で働いてたけど親がいる山口県に帰ってきた、再就職が難しくなってそこから引きこもりになった、不登校からの引きこもり、あるいは大学受験失敗して、あるいは就活がうまくいかなかった、さまざまな体験によって一時的に心が傷つき休憩している状態です。でも誰からもその生きづらさが理解されない、なんであなたはそうなの、そういうふうに否定され続けて自尊心が傷ついています。だから結果として長期化している。そこに働けということではなくて、まず傷ついた心の手当てをしていかなければ働けないんです。心も体も傷ついて動けなくなっています。見た目は怠けているようにしか見えないかもしれない。だからついつい周りの人たちは叱咤激励をしてしまいます。これが逆効果です。この生きづらさが見えづらいので理解されない、そしてご本人さんも苦しさがうまく伝えられません。何がどう苦しいのか、何がどう人と違うのか、そこが分かりづらい。だから言語化ができない。親御さんからしたら、ある日突然子供が引きこもるわけですから、親として否定された気持ちでいっぱいです。親も心が傷つきます。そして親御さんはあちこちに相談されるけども、結局あそこへ行け、ここへ行け、たらい回しにされ、あるいは精神科に相談に行った。本人連れてこないとどうしようもできない。本人連れて行けないから相談に行っているのに、そんな風に言われてしまうこともあります。あるいは、本人が受診をしたいと言ったとしても、最近では3ヶ月待ち、タイムリーに受診ができません。あるいは、数分間の診療で薬を出すだけ。どんどん薬が増えていく。このような実態もあります。子供がこうなってしまったのは、自分に責任があるんじゃないか。親はどんどん自分を責め始めます。相談に行ってもダメ。自分に原因がある。そう思ってしまうと、この子を守るのは私しかいない。そうやって、共依存関係が強化され、親が年を取ったとき、周りの方に支援が求められなくなって、そして孤立して、2015年から市から委託を受け、引きこもり支援を始めました。誰からも理解されない苦しみから、うつ状態になっているご家族が大半です。中には、この子を殺して私も死のうかと思う、と追い込まれて限界を迎えていらっしゃる方もいらっしゃいました。ありとあらゆるところには相談に行った。しかし、どこに行っても責められるばかりで、一体どうしたらいいのかは誰も教えてくれない。姿を見せない。生きているのか、死んでいるのか、音もしないんです。ドアの前にご飯をお供えし、ご飯がなくなっているから生きている。そんな確認でしかないんです。暴言暴力、何が気に入らないのか、毎日が地獄です。保健所に行けば警察へ行けと言われる。警察に行けば保健所に相談しろと言われる。特に家庭内暴力の場合、誰からも支援されないんです。学校は自分たちが痛みを伴ってまで関わってはくれない。通り一遍の話は聞いてくれるけど、最後は家族で話し合ってください。と切り捨てられた。学校に席がある間は支援してもらえる。卒業と同時に誰にもつながれず、放り出される。
そんな感覚も持っておられます。最近では生きづらさの一つに発達障害のことがやはりいろいろ問題があります。見た目が普通でも本人は生きづらさを抱えている。子供の場合はクリニックがあります。でも子供の頃はそんなに目立たずに診断がつかなかったグレーゾーンって言われるような方々、ちゃんと理解してもらえる病院がないのも事実です。診断はされても親がどう対応したらいいかっていうことを学ぶことがない。まあ結果として学校に行けないけどずっと家の中でゲームをしてます。取り上げたら暴力になるんです。腫れ物に触る対応。こういったことも起きています。話を聞いて終わるのではなく、その後の支援体制、ここが必要です。私が見てきた引きこもりの方の状態像は、いじめ、進学の失敗、職場の人間関係など、何らかの要因によって、社会や人と一時的に距離を取った、あるいは取らざるを得なかった人たちです。引きこもりが長期化することによって、多くの方が、うつ状態、昼夜逆転、自己否定、自尊心の低下、自己効力感の低下、意欲低下、感情のコントロールができなくなる、対人恐怖、家庭内暴力、脅迫症状、寡黙、まあ、こういった症状を体験するという特徴があります。このような症状は、個人の生きづらさ、いや、家族とのコミュニケーションも少なからず影響しています。その結果として、生きる力が低下していきます。長期化するパターン、先ほど少しお話しましたが、やはり家族は良かれと思って本人一生懸命叱責してしまう。この悪循環をどう変えていくかっていうことが支援のポイントになります。仕事を辞めた。ちょっと様子を見る。最初はね、ガミガミ親も言いません。優しいです。1年2年は普通に生活している。でも、このままじゃいけないなって家族は思うようになるので、そろそろ働いたらどう？親はいつまでも元気じゃないのよ。普通の人はこうなんじゃないの？というふうに圧をかけ始めます。そうすると、本人は、ああなったのもこうなったのもお前らのせいだ。お前らが俺を産むからこうなったんじゃないか。俺の人生を返せ。というふうに、感情のコントロールができなくなって、暴言暴力に変わる人もいます。でも、暴言を吐いたからといって、すっきりした人は一人もいません。さらに苦しみます。あるいは、親と会話をすると、喧嘩になる。悪いのは自分だから喧嘩はしたくない。そうやって、喋らなくなる。という方もいらっしゃいます。大きく分けると、この二つのパターンです。中には、親がガミガミ言わない。そうすると、家の中では普通に生活はできる。だけど、働くことができない。ね、そういった状態です。で、どうしても、暴言を吐かれる、暴力を振るわれる。怖いです。腫れ物に触るように、本人が怒らないように言うなりになる。まあ、こうやって、底辺のコミュニケーションで長期化していきます。これは依存症モデルなんですけど、引きこもりにも全く同じように言えます。で、まずどこをしていくかっていうと、ガミ言うっていうことをやめてもらいます。ガミ言うっていうことをやめてもらうことは、甘えることにならないかっておっしゃる方も、そうではなく、安全にということです。社会の中で常にあった。だから安全に家に引きこもって。でも、ガミガミ言われる家が安全
くなるんです。だから、肌が、具合では冷やかかってこない。外出したら出てくる。徐々に姿が見えなくなる。つまり、ドアを閉めて、ドアの向こうに自分の安全環境を作っているという。家の中が安全じゃないと部屋から出ないんです。だからまずは、が嫌がることを言っている。そこで、他愛のない人は何が欲しいのかっていう、対話を広げていくことをやっています。国は、まず家族が相談に来て、家族教室をし、まあ、そこにあったご家族を、で一緒に、会を作る。これ、引きこもりの第一段階という。まあ、そこから、認知支援が居場所のところに入れるように。で、社会参加できる。まあ、こういう階段というふうに言っています。ですが、家族がどう変わらなければいいのか、どういう声かけをしたらいいのか、そもそも本人がどういう生きづらさを抱えているのか、親が一生懸命やってること、何が良くて何が間違気づかない限りは変われないんです。今、私から委託を受けて言っているのは、ご家族の相談をしっかり聞きます。お子さんが小さい頃、どんなお子さんだったのか、どんな経緯で引き取っているのか、始まって家族とのコミュニケーションがどうなったのか、暴力、あるいは喋らない、どんな状況で、どんなことをしているのか、の心の声を聞くように家族から聞かせてもらっています。そして、そうすれば、私が何とかする。では、一緒に頑張るんですよ。というふうにお話しどう頑張ったかは、私が考えながらお伝えする。そう本人にたどり着くからです。で、家族しっかりすることで、どんどん本人にたどり着きました。そして本人が居場所に来るように、そして働きたいと言い出すんです。働けなんて必要ないんですけど、きちんと働く。学校に戻る。そんなことをしている。家族が違う。家族教育という言葉を使います。まず、年に2回、基礎の教育、6回プログラムをしています。一回2時間なんですが、以前は2時間ごとにやってたんですが、最近では滋賀県の方も来られるので、3日間集中しています。本人が言動、殺してくれ、死にたい、ああなったのも親のせいだ、ことに受け取るのではなく、本人が何を言うのか。本人の言動には必ず意味がある。そこを一緒に考えます。そして、心の声に耳を向け、だからと、この子の気持ちは私が分かっている。なんですけど、と言って、本人に確認をしないで、きっとこうだから、心が動くと、動けなくなってしまう。言うと、してほしいんです。どうやったらできますか？そうおっしゃるのに、本人が外出しなくていいように、好きなご飯、おつや、タバコも買っておく。これが、出るなと言ってるのか、欲しいと言ってるのか、どっちかわからない状態ですよ。行くか行かないか、どうするかを決めるのが本人。だから、必ず本人、声をかけて、どうしたいかを聞きましょう。まあ、そんなこともします。そして、適度な距離。親が知らないからといって、近寄りすぎてしまうと、本人は非常に心の中に侵入された感じがします。なので、何が適度な距離なのかっていうのは、お一人お一人違うので、毎月振り返りながら確認をしていきます。まあ、こういったプログラムを元にして、毎月やっているんですけど、なので、
通常の家族会だと、いわゆる言いっぱなし、聞きっぱなしって言われるように、家族が、こう、苦悩を吐き出して、分かち合う、楽になるとされているんですけど、ご家族の皆さんから聞くと、楽になることはないとおっしゃいます。一時的には、誰にも分かってもらえなかったので、同じ境遇の親同士、分かってもらえる人ができて、ちょっと楽にはなる。だけど、毎月、変わらないっていう状態を聞き続けると、見通しが立たないし、ずっと苦しい。逆に鬱になる。そんなふうにもおっしゃっていました。先日、ある方が言われてました。家族会に来られている方、外出したという話を一度も聞いたことがない。外出できるようになった方いらっしゃるんですか？シーンとしてしまった。ああ、やっぱりここに来ても変わらないんだ。どうやったらうちの息子は出れるようになりますか？と、偉い先生に聞かれたそうです。すると、お母さんが死んだら出ると思いますよ。と言われたそうです。そんなことを言われて親がどんな思いになるのか。これが支援者の言う言葉なのか。私はそんなふうに思います。いわゆる家族教室は、親が知識を持っていないからそこを知識を埋める。知識教育です。それでは親は変われません。親は良かれと思ってやってますからね。そうではなくて、まあ、気づいてもらうっていうきっかけなんですけど、まあ、うちでは、私は引きこもりの子を持つ親ではない。でも、専門職として、こうしてみたらいかがでしょうかっていうアイデアを提供します。やってみてどうだったかっていうことを皆さんから私が学びます。なので、共に学び合う場、共に楽になる場、ここに来たら元気になれるし、ヒントがもらえる。そんな空間を作っています。これは実際にあった事例です。高校3年生になった息子さんが、進学する予定だったんですが、だんだん家の中で荒れるようになり、進学をしないと言い出した。じゃあ、だったら働きなさいよ。就職先決めないとね。ま、どの親も普通に言いますね。でも、結果として就職もできない。スクールソーシャルワーカーが入っていました。一浪して、もう一度大学受験をするということになり、予備校に入られました。そこには寮があります。なので、親と離れることで暴力がなくなった。その時にご本人さんは何か違和感を感じていて、精神科受診したいとおっしゃってたそうです。クリニックは3ヶ月待ち。精神科病院は1ヶ月。まずは精神科病院に行かれた。だけどどこも悪くない病気じゃないと言われた。クリニックも同じことを言われ。お母さん、美味しいものでも食べさせてあげなさい。そう言って終わったそうです。一旦進学はされました。でもコロナ禍ですぐに帰ってこられました。家にいてもリモートで授業を受けることはできるんですが、一向に勉強する様子はない。そこでまた親がガミガミ言うようになり、暴力が始まり、いい加減なし、殺されるんじゃないか、という状態になりました。ありとあらゆるところに相談には行かれた。でも何もしてもらえない。耐える毎日です。お母さんは、もう事件が起きるんじゃないか、そう思って鍵をかけて寝ておられました。ある日夜中に、ガチャガチャガチャとドアを開けようとする音がして目が覚めた。息子さんです。鍵かけててよかった、そう思ったそうです。でもその足でお父さんの部屋に行き、馬乗りになって首を絞めてたそうです。ここから警察が介入するようになりました。お母さん、何かあった時はすぐ呼んでください。必ず来ます。その言葉は心強かった。でも、何かないと来てもらえない。そういう不安もあった。ある日警察が、もう一度精神科病院に相談してみたらどうですかと言われた。お母さんは相談に行かれました。ですが、うちではない。
うちは薬で治療するところで、病気ではない。そう言って、引きこもり地域支援センターの一覧表を渡されたそうです。お母さんはもう一度そこにお電話をされました。でも、一言二言、精神疾患の疑いがあるかどうかの質問をされて、否定されると、うちではない。そうやって断られて、今、うちに通って来られています。家族はもう全員家を出られています。でも、今ここからもう一度コミュニケーションを始めてもらっています。まあ、こういったように暴力に対応してくださるところがないので、事件が起きてしまう。そう思います。暴力を問題として捉えるのではなく、本人が苦しい、SOS を出している、そんな風に捉えてみてはいかがでしょう。暴力がある。暴力が問題。だから警察。だから薬。っていうことではなく、本人の苦しさを理解しない限りは、暴力は終わりません。外に向くのが暴言や暴力です。内に向くのが自傷行為。大量服薬ですね。そういった状態です。で、私は多くの包丁を持ち出した家庭内暴力。今現在も3件暴力の方がいらっしゃって、徐々に亡くなってきています。ここをどんなふうに親がコミュニケーションのやり取りをして、本人の苦しさを受け止めるかによって、スッと暴力はなくなっていきます。ただ、親が変わるのが難しいのも現実です。いかに家族を支えながら変わっていくか。今日本の販売させてもらってるんですけど、基礎教育で私がやっているのを本にしているんですが、その分析シートはクラフトっていう依存症プログラムで使われているものを使ってるんですが、それちょっと難しいんですね。なので、私が新しいものを作ってみました。今、基礎教育ではこれを使ってます。例えば、どんなことかっていうと、木曜日の2時ぐらいになると、訪問販売者が音楽を流しながら、近くの公園に来るんです。その時間になると、いつも息子が暴れ始めて、手がつけられなくなります。先日も、いつものように暴れ始めて、次第にエスカレートして、私に物を投げつけたので怪我をしてしまいました。どうしたらいいんですか？まあこういう家族が問題と感じてどうしたらいいかわからないという場面を持ってきてもらって、じゃあ一緒に考えてみましょうかっていうふうにして分析します。で、この下に書いてある言語的非言語的コミュニケーションっていうのが、まあ、実際の親とお子さんとのやりとりの場面、ね。言葉だけじゃなく、動作だったり、どういう状況だったかっていうのを思い出してもらいながら書いていきます。うるさい！なんとかしろ！と大声で叫び、壁をどんどんし始めた。そんなこと言ってもどうしようもないでしょ？この地域は高齢の人も多いし、買い物に行けないから楽しみにしてる人もいるのよ。週に1回ぐらい我慢したらどうなの？一生懸命お母さん、抑えようとしてますね。まあ、つまり、お母さんの気持ちとしては、またいつものように荒れ始めた。もう木曜日は地獄。なんとか問題を起こさないようにしないと。そんな思いです。俺がこんなに苦しんでるのかわからないのか。お前が俺を産むからこんな人生になった。責任を取れ。今度は部屋の壁を叩く、蹴る音がし始めます。そんなこと言われてもどうしようもないでしょ。お父さんに言いなさい。なんでいつも私ばかりが責められないといけないの？もうどうしたらいいかわからない。家から飛び出して、近所の人に文句に言ったらどうしよう。なんとか言って聞かせないと。今度は血相を変えて、息子さんが部屋から出てきます。手当たり次第に物を投げつけて、お前はいつも自分たちの都合ばかり押し付けて、俺を馬鹿にしている。いっそ殺してくれ。お母さんはいつもあなたのためを思って、どうして分かってくれないの？もう殺されるかもしれない。なんでこんなに子になったのか理解ができない。まあ、大体こんな場面なんですね。で、これを分析します。まず、
本人の気持ちになって考えてみる。そもそもこの息子さんは音に敏感っていうことなんです。些細な元音が人の何十倍にも聞こえてイライラする。生命を脅かされるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですね。まあ、これ感覚過敏ですけど、もともと少し終わりになっていたとしても目立たなかったレベルですけど、引きこもりが長くなるとより強くなるんです。なのでよく音のトラブルっていうのは聞きます。音に悩まされていることどうして分かってくれないのか。何回も同じこと言わせるな。そのお前の態度がイラつく。俺の気持ちも知らずに親が楽に生きていて許せない。俺のためいつも心配するふりだけで支配してるじゃないか。まあそんな風に思ってるんじゃないかっていうことをこうみんなで考えて合ってるかどうかじゃなくて吐き出してみます。そして今の堂々めくりが起こっているっていうことに対して本人は一時的にメリットを感じています。それは何か？暴言、暴力によって親を黙らせることができた。音に苦しいということは伝えられた。でも結果としてこれが長く続くとデメリットです。本人の苦しさが暴力でしか表現できないので、親は理解ができません。親は心身ともに疲れ果てて限界を迎えます。誰からも理解されない苦しみのどん底で、怒りのコントロールができなくなって、どんどん暴力がエスカレートします。じゃあこれをね、今、場面を振り返ってみて、こうやって可視化していくんです。やってみてどうでしたかっていう気づきを促していきます。もう今の状況を何とかしようということの自分の気持ちの押し付けでしかなかった。本人の苦しさ、考えたこともない。共感、大事って言われてるのにどこにも共感がない。仕方がないと現実を突きつけるだけでは何も変わらないですよね。こうやって振り返ってみると、自分自身も人の話を聞こうとしない傾向があるっていうことがよくわかる。そういうところが子供がイラつくのかもしれない。まあ、どんな悪循環があるかっていうと、まあ、騒音、苦痛を感じている、それを暴言、我慢させて、得し、また、暴言を発していた。その悪循環を変えていく。じゃあ、こういう循環に変えるためにどうしたらっていうと、一体何とかしろって、問題、設定ではなく、心の叫び、苦しさ、理解する、というふうに変えていく必要がある。具体的にどうしていくか。音に悩まされたりしたら、音楽が騒音で苦しい、まず共感。その上で、我慢させるんじゃないか、その時間帯一緒に考えようか、という提案をします。もし会話がスムーズであれば、からどんなふうにそんな悩まされているのか、他にどんな音が聞こえたのか、まあ、そういったことを深めていくということも、でこの方が図書館に行くことを言ったら、その時間が図書館に行くゆえようになって暴言暴力になりました。で、訪問者が来る前に外出。で、まあもちろんこれだけじゃないですから、いろんな人で親が対応の仕方ので対応がどんどん増えました。数ヶ月後もう訪問販売外出しなくてもなくなりました。こうストレス状況の時はより目立つと理解されるとすごくなっていくんです。で最近では自分の苦しみを伝えられるようになって受診をしたりしましたね。病院に連れて行くことも難しい。なぜなら本人理解していないし、理解して病院に行くっていうことになっていきます。で、まあ、ことを基礎でやっていくのは、まあ、最初の基礎に参加された皆さんが、もう子供の時で怠けている。だから親が苦しい。だから、自分の感情をバーッとぶつけて、もう顔を見たら嫌味しか言ってなかった。っていうことを考えることもありませんでした。70代後半のお母さんがおっしゃった。息子さんはリストラされて、営業でバリバリやっちゃったんですけど、リストラされて、うつ病になられて、この4年間、ほとんど
でゴロゴロされていました。薬もたくさん飲んでらっしゃいます。お父さんお母さんが勉強会に来られて、ちょっとずつ頑張って、もうほんとしきりで、これからは嫌味言わないで頑張ります。だけど3日とも、どうしても親が焦って言ってしまう。そんなことを繰り返されながら来られるようになりました。働いた時の表情に元気になって、働きたい、そんなふうに言われ、薬が十分になりました。先日兄さんと話をしました。うつ状態で目が覚めると、またこんなどんよりとした一日が始まる。心と体も重くて動かない。そんなふうに毎日思って、でも今は目が覚めて、今日は何しようかな、そんなふうに思えるようになりましたと言ってました。まずは家族の理解、そして家族以外の人の理解、こうやって現実に出ていかれます。先ほどの暴力の場面を分析すると、辛い気持ちが心に理解できた。そうおっしゃいます。あるいは、今まで仏壇に向かって、終わりますようにと毎日祈っています。それって違いますよね。自分が変わらなくては子供は変わらないですよね。そうおっしゃいます。ここには妻に連れて来られた。いやいや来た。でも、もう一度妻と一緒に子供に向き合って頑張ってみようと。来てよ。そう言って涙を流される方もいらっしゃいました。やってはいけない。やってなかった。どうしたらいいか。具体的に分かるので頑張りたい。で学んで、諦めていた自分に、いくつもの光が差しました。子供に向かって、親が変わったと、ちょっとずつ変化しています。なぜなら、お父さんは、敏感だからです。ただ、こう、どうって習って、どう、おやつ、一切返事がない。返事がないから、体が苦しい。無視された気持ち。声かけなくなります。でも、親が学んで、本人の生きづらさを理解して、端的に少しずつ声かけを始めると、何年も開かなかったドアが開くんです。返事をし始めるんです。こうやって皆さん元気になっていかれます。先日も基礎に来られた方、2ヶ月後に私のところに来られました。もう一度声かけを始めました。その方は親が出てる時しか部屋から出てきません。姿も何年も見てないそうです。お母さんがワクチン接種4回目受けて、肩が上がらなくなった。今回はちょっときついわ。そんな独り言を言ってお休み。部屋に帰ったそうです。朝起きたら洗濯物がどこにもない。お子さんが先に起きて全部干してたそうです。その後、毎日お風呂に入るようになり、洗濯物を取り入れて畳むようになり、そんな風にお家の中で動きが出てきます。このぐらい暇だからやっといてね、ではなく、やってくれたら助かる。そういう思いで声かけをしていきます。そしてやってくれたらありがとう、助かった。これが自尊感情の低下が回復していくんです。誰かの役に立つ。ちゃんと尊重される扱いをされる。こうやって元気になっていかれます。よく家でゲームをしている。昼夜逆転している。好きなことして遊んで、のうのうと生きている。そんな風に見えてしまうと思います。でも、ある方が私に教えてくれました。まあ自分は我慢することが多い。過去の体験から、どうしても言っても分かってもらえないから、言っても無駄だし、聞く耳持ってないし、もう言うのが怖い。何か一言言うと、親から倍返しされる。一般論、正論。そんなことを言われなくても分かっている。でもできないから苦しいのに、正論を言われる。太刀打ちできない。
もう親も高齢化しているので、一日も早く安心させたい、自立したいという気持ちはあるんです。申し訳ない気持ちでいっぱいです。なぜこうなったのかという後悔の念でいっぱいです。でも、夜になると先のことを考えて不安になるんだそうです。だから、その不安を埋めるためにゲームをしている。結果、昼夜逆転して起きられない。だったら、ね、ちゃんと通ってこようよ。もうちょっと居場所に来ないっていう話なんですけど、今度はね、人と関わったら人と比べて自分はダメな人間だ。劣っている。何やってもうまくいかない。と感じてしまうそうです。そして、あんなこともこんなこともできないのか。と自己嫌悪になる。できて当たり前。こんなことすらできない自分。そんな風に自分を責めてしまうそうです。引きこもっていても地獄。外に出ても地獄。だけど、そういう理解する人がいることで、ちょっとずつ気持ちが前に向いていきます。居場所。一人になりたいときに、一人になれる個人的な居場所。皆さんそれぞれお持ちだと思います。まずは、ご自身の家が居場所です。でも、お子さんとコミュニケーションが取れない状態で、本当に親にとってもその家が楽な居場所とは言えないかもしれない。本人にとっても全く一緒です。そして家以外に居場所があるっていうのも大事です。それが働く場所だったり、趣味の活動の場所だったり、いろんな場所が皆さんそれぞれお持ちだと思います。でも引きこもってらっしゃる方はなかなか社会とつながっていないので居場所がないんです。家以外行くところがないんです。そういった意味で地域の中にいつ行ってもいつ帰ってもいい、強制されない、そういう居場所がたくさんあるといいなというふうには思っています。もともと精神障害者の方の居場所支援をやっていて、ゆるい形でいつ来ていつ帰ってもいいよってやってきてたんですけど、今そこに引きこもってらっしゃった方も来られるようになって、中にはですね、何曜日の何時から何のために行くか明確でないといけないっていう方もいらっしゃいます。なのでそれはそれぞれのご本人さんの生きづらさに合わせてサポートしていくっていうことがとても大事です。で、最近では一つ気がかりなのは、ご本人が出てこれないから、もうこっちから支援を届けましょうっていうアウトリーチが始まってるんですね。私は基本的には本人が来ていいよって言ってくださってないところに行くことは反対です。もちろん親御さんが高齢化していって、早い段階でそこにサポートに入らないと、こうスッと入っていけないっていうところで、行くっていうのはいいんですけど、支援をちゃんと学んでない人が行くと、ね、このままでどうするんですか、親御さんいつまでも元気じゃないですよ、もう病院施設に入らなければいけないんだからそろそろ働いたらどうですか、こういうふうにですね、こう支援者という名の引き出し屋に近いような強引な手口で何とかさせようって言っちゃう人が出てきてるんです。これは支援じゃないですね。もう心の中に土足で介入するような状態です。社会が本人の受け入れ先がなくて苦しいから安全な家にいるわけですよね。でもそれが社会からやってきたらどうですか？もう脅威でしかないです。絶対にやってはならないと思います。私がやっているのは家族と本人が口を聞かない姿見せない。つまり敵対心があるということです。敵である親が私とつながる。私と親は信頼関係がある。そうすると、敵の味方は敵なんです。だから、親が連れてきたら、会わない、会おうとしないっていう構図が出来上がります。でも、家族心理教育で、徐々にコミュニケーションが取り始めます。親との関係が良くなります。そうすると、味方の味方は味方なんです。だから会えるんです。そうやって積み重ねて、現在に至っています。で、居場所、昨年度ですね、登録者84人いらっしゃって、
まあ、精神科医療につながってない方が20人いらっしゃいます。まあ、性別、年齢見ての通りで、今、月から土曜日まで開けていて、まあ、ボランティアさんの協力等によって、様々なメニュー、あと治療的なプログラムも行っているところです。昨日、おとといですかね。私は参加できなかったんですが、一泊旅行もしてるんですけど、ちょっとコロナ禍で一泊旅行はできないので、リンゴ狩りに徳島で行ってきたというふうに報告を受けています。で、箱物さえ作ればいいってことではなくですね、知らないところに行くってものすごいハードル高いです。後で国近さんにお話しいただければと思いますが、まあ、家族とつながっているから、そして私のことを知っているから来てくださるっていうね、こう段階ごとに、来られます。で、来た時に否定されない、ありのまま受け入れてもらえる、あ、ここ安心できるんだなっていうのがないと続かないんです。そして存在が認めてもらえ、相談もできて、同じ思いを共有できる仲間がいる、ね、自分が必要とされる、誰かの役に立っている、そういったことでどんどんさらに今度はね、心のエネルギーが上がってきます。で、これが当事者さんの声です。自分のことを誰も知らない。引きこもっていることさえも知られていなかった。話す人もいない。外出する気がしない。この街で過ごすことすらしんどくて愛着が持てなかった。ずっと寂しいっていう感覚はあった。でも、今は、居場所があって行かないで家にいるのと、居場所がなかった時に家にいるのでは全く違う。それほど苦しくなくなった。そういうふうにも言われます。失敗しても否定されない。できないことも含めて受け入れてもらえる。そうするとですね、だんだんね、あれほど人と関わるのが怖いって言ってた方が、関わるのが楽しい、関わりたいと言い出します。引きこもっている方、結構ね、ゲームをしてらっしゃる方が多いですよね。なので、うちではゲーム揃えてるんです。ゲームあるよっていうきっかけで来てもらいたいと思ったから。だけどですね、誰もゲームしないです。ゲームしなくてもコミュニケーションが、そちらの方が良くなっていくんです。自分は人と関わればいつもトラブルになる。何を言っても分かってもらえないなら思考を止めるしかなかった。何も考えない。人と関わらない。そうすればトラブルにならない。自分の存在を消すしかなかったんです。何やってもうまくいかないので自己否定が止まらない。いつの間にか怒りスイッチが入りやすくなった。この方はですね、まあこうやって言語化してくださる方がたくさんいらっしゃるので教わることができるんですね。何やってもこう否定される、怒られる。なんかこのあたりに、もともとはクッションのようなものがあったのが、薄れてなくなるんだそうです。だから、些細なことをガーって言われただけで、ぐさっと突き刺さる。だから、ぶっ殺してやると言って手が出てたんです。でも、ご家族がちゃんと理解して関われるようになったら、フィルターが復活したと言われます。彼はぶっ殺してやるって一言も言わなくなりました。今、もともと農業が好きだった方なんですけど、農業をしています。先日、8万円の収入があったそうで、もう今が生きてて一番楽しいって、そんな風におっしゃっていると言われてました。ただ一つ気をつけてほしいのは、働けるようにはなるんですが、働き方は本人なりの働き方。ね、先ほど行動には必ず意味があるって言ったんですが、よく家族とか周りは、一般就労、正社員にこだわったりします。アルバイトだから続けられる。短期間だから続けられる。そうおっしゃる方もおられます。なぜなら、短期間の期限付きだと、ここまで頑張ればいいという目標がある。短期間だから人間関係を深めなくていい。だから働ける。だけど、親からすると、働けてるんだったらもっとこうしたら、もっとこんな働き方があるんじゃないって、欲が出ちゃうので、言っちゃうんですね。でも、ちゃんと本人の声を聞くっていうことがとても大事
になります。今引きこもっている何か事件が起きる、相談しない家族がいたというふうに社会が危機を持っていて責めるような発言をすると、親で辛くなって、この子がなったのは自分のせいかもしれないと、何とかして、今度は親が本人を責めるようになります。否定の連鎖だと私は思います。否定の連鎖として解決には何もない、孤立にはならないというふうに思います。なので否定的な言葉は使わないっていうのが、なところだと思います。で、何年間か支援を行った結論としては、心のエネルギーが落ちた状態で引きこもりであって家庭のエネルギーはたまらない、腸に損感情が高まり心のエネルギーが上がっています。ように凍ってしまった心は温かいところでしか絶対したらいいですか、ノウハウだけ教えてほしい、そういうご家庭者がいらっしゃいます。先だけの表面的なやり方をしても動きません。本人の生きづらさに関して的な姿勢積み重ねで心を動かします。人との関係の中についた心は人との関係の回復はしません。薬は補助的なもので、何もしないで本人が引き出すまで待つ、暴力と同じです。無関心、存在の否定だから動く環境、安全な環境を作って仕掛けて待つすることで動きます。でもどうしたらいいかは、単なる攻撃は変わらないので、お一人違うので、だから毎月意識して子供と関わる、関わってたかを持ってきて、客観的に自分と子供の関係、その時は気づかなかった、いかにね、何が問題があったのかということを気づく、まあ、そういうことをやることで本当に皆さん良くなっていくので、うちの皆さんとっても明るいです。良くなっている人が周りにいるから、入ってきた家族がトンネルの光が差して来たらなんとかなる、でどんどん回復してを取り戻していき、ドアが開いた、もうみんなでよかったね、こんな風にもう家族のような感じです。なので支援者の方も解決を焦って、こうすべき場合において、何に苦しいのか理解するっていう姿勢を見ていただきたい。そしてそして、お母さんとかヘルパーさんとか、実際にお家に入ったら、いきなり私たちにつなごうというのではなく、前の段階として声をかけて、ね、ちゃんと信頼関係が築けるようにしていただけると、すぐつながっていくんじゃないかな、というふうに思っています。で、最後になりますが、まあ、ずっとフラットコーで、引きこもり支援をやっているのですが、ご家族、直接、本人とというところでは、ある一定の行動に、形が上がりました。ですが、先ほども言いましたように、いろんな窓口、例えばお母さんやお母さんがどこか体の具合が悪くなる、必ず病院に行くね、そこで実は娘が引きこもってるって方にお話しされたり、先生にお話しされる、方にお話しされる、そういう面もあると思います。ご本人さんがずっと何年も引きこもったんだけど、会社にも行けたとかですね、つながるチャンスいつもあった方がいいと思う。だから、いろんな口の方だけ、一般市民の方全員にですね、知識を持ってもらって、早い段階で私たちにつながる、そんな体制だと思っています。なので、この一般市民の皆様に、公開講座、これからはですね、段階的に、民生委員さんであるとか、ね、先ほど言いました連携室だとか、いろんな
窓口になる方、そしてもう一歩先、地域包括支援センターとか行政の保健師さんだとか、もう少し直接支援ができる方とか、まあ、こう今4つの段階作ってるんですけど、まあ、こういった段階を通じながら、全国を先駆けて、ね、宇部市すごいですねって、そういう体制を私は作っていきたいと思ってます。そして引きこもりは減少概念であるってい こう一括りなんですけど、最初の段階は働いてない学校に行ってないだけでまだ家の中では普通なんですよ。でも長期化すると親と口を聞かなくなったり、外出が控えたりとかね、でも末期の姿になってしまうと、親亡き後一人取り残されて誰からの支援も受け入れないっていう方もいらっしゃるんですよ。これを一括りのする支援ではなく、段階ごとに適切な支援をする、まあ、この SDS という言葉を使っているんですけど、一応レベルを5つに分けて体制を作りたいと思っています。今ソーシャルディスタンスってね、コロナ禍で使ってますけど、距離を置きましょうってい こう物理的な距離はフィジカルディスタンスなんです。だから使い方間違ってるんですね。ソーシャルディスタンスっていうのは社会学的な用語なんですけども、例えばお家の中でお子さんと一緒に暮らしている、物理的には近いですよね。だけど心が通い合わない、姿を見せない、いわゆる心の距離が遠い状態ですよね。こういうのをソーシャルディスタンスと言います。そして自ら意図的に距離を取ってる、なのでディスタンシングなんです。そして先ほど言ったような症状が人によっては出てしまう、まあ、そこを一括りにして今症候群っていうふうに考えていて、まあ、略して SDS、まあ、日本語にすると社会的距離症候群というふうに考えています。なのでこの宇部で支援体制をしっかり作っていって、ね、まだ国は何もしていませんのでね、全国に先駆けて宇部市モデルを作って発信していければなというふうに思っていますので、ぜひ皆さんも今後も活動に注目していただき、ご参加いただければというふうに思います。はい、それでは私の講演を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。